阪神ファン、ブチギレ。普通にこのチーム弱くね。打線とか12球団最低やろ。投手も12球団最低だぞ。普通に12球団で一番弱いな。ここから中日ヤクルトと再開争いする予想や、ファン投票だけ1くらい取りまくりでシーズンは絶対優勝しないのマジで終わっとるな。一番人気はいらんねん、優勝すればそれでええのに。パリーグファンって煽りかすばっかりやったな。交流戦何も面白くなかったわ。計算できる中継ぎ、島本と岩貞だけ、W。どんでんは戦う顔してないからな。投手が好調で勝ててただけやからな、まあこんなもんやろ。打線なんてもともとワーストレベルやんけ。上振れしてたから悪化するしかないで。ケラー案の定荒れててくさ。別に使えないとは言わんけど勝ちかで使うには怖いわ、まあみんな怖いんだけどな。がはは。それでヤフコメのジジイどもはなんて岡田藩を擁護すると思う？中野のコンバートのご利用しやろか。休み明けの横浜に3立てされて完全終戦やな。であとはズルズルいって B クラスでフィニッシュ。横浜がハマスタでアチアチなんよな。ガチで中継ぎ崩壊しててくさ、これ岡田は論外としても安藤徳ボタもドムノーやないか。てかこれどうなったら今季で岡田やめてくれる？ヤクルトか中日にまくられたらさすがに。ご視聴ありがとうございました。